源氏物語第四条夕顔。夕顔を襲う生き霊。源氏が恋人六条の御息所へ通っていた頃のことです。重い病気をし尼になった乳母従者惟光の母を見舞うために五条の家に行きました。源氏は車から周りの家を見ていました。そこには檜垣の家があり、源氏はその家が風変わりだと思いました。その家をもっと見ようと思った源氏は家の中を見ました。その家の近くには白い花が咲いていました。源氏がその花は何かと尋ねると、お供をしているものが、あの白い花は夕顔と申します、人のような名でございまして、こうした癒やしい家の垣根に咲くものでございます。源氏は気の毒な運命の花だね、その花を一枝折ってもらいました。その時隣の家から出てきた道女が、これに乗せてお目にかけてください、枝も風情のない花ですので、甲を抱きしめた白い扇を差し出しました。お供をしている者はその扇に夕顔の花を乗せて源氏に渡しました。源氏の乳母の家では惟光の兄アジャリ、乳母の婿三河森が出迎え、源氏自身が見舞いに来てくれたことを喜んでいました。尼も起き上がって弱々しく泣きました。源氏も涙を流しながら、あなたが尼になってしまったことは残念です、私の出世を見届けてから死んでください、その後であれば最上位の極楽に生まれ変わることができるでしょうと言いました。帰りがけ源氏は扇に書かれた歌を見て、心当てにそれかとぞ見る白露の光添えたる夕顔の花、もしやあなた様でしょうか、白露の光に添えてなお美しい夕顔の花は、源氏はその女性に興味を持ち、彼は惟光に隣の家の住人について尋ねました。惟光は調べると、誰なのか全くわかりません。世間にひどく隠れて暮らしておりまして、主人と思われる男がまれに来るようです。先日、牛車が来た折に、女わらわが、右近の君、中将様が、と言っているのが聞こえました。小さい子もいるようですが、大層隠しておりますと言いました。それを聞いて源氏は、もしや以前雨の夜に遠野中将が話していたあの身を隠した女ではないかと思うのです。源氏は自分に歌を送ったのはその家の女性だろうと考えました。そして彼は変化を書き、花と一緒に送りました。次の朝、源氏は再び出かけました。その時、彼は再び五条の門を通りました。それ以来、その家は彼の目につくようになりました。数日して、惟光が訪れました。お話しした後、隣の事情に詳しい人を呼んで、話を聞きました。5月頃からそっと来て、同居している人がいるようです。誰なのか、家の人にも、知らせないようにしているそうです。時々、私の家との間の垣根から覗いてみると、その家には若い女性がいるような影が見えます。主人がいなければ、つけないもん。女性たちが、
つけていますから。主人である女性が一人いることでしょう。昨日夕方、家の中に夕日が差し込んでいたとき、手紙を書いている女性の顔がとてもきれいでした。物思いにふけっているようでした。とこれみつは言いました。源氏は微笑んでいましたが、もっと詳しく知りたいと思っていました。その頃、伊予之助が上京してきました。伊予之助は源氏のところに訪れました。源氏は彼と話すうちに、自分の過去の罪を思い出しました。源氏は人妻に恋をして三角関係を作る。男の愚かさを理解しました。そして、うつせみの冷淡さを理解し、尊敬するようになりました。しかし、伊予之助が娘を結婚させ、崔君を連れて行くという噂を聞いて、源氏は心配になりました。再会を待つことができず、もう一度だけうつせみに会いたいと思いました。しかし、うつせみは源氏との恋が不似合いだと考えていました。それでも源氏から完全に忘れられることは非常に悲しいと感じていました。そのため手紙の返事などには優しい心を見せていました。その優しさが源氏の心を引きつけ、忘れられない女性になりました。源氏は他の女性が結婚しても自分の思う通りに動かせると考えていました。しかし秋になり、源氏は初恋の苦悩に悩んでいました。六条の御息所との関係も以前ほどの熱意を持つことができず悩んでいました。その一方で、六条の御息所は物事を深く考えすぎる性格で、源氏よりも8歳年上であったため、恋に落ちてすぐに愛されなくなる運命に苦しんでいました。これみつが五条の女の家を調べ、情報を得ました。まだ誰かはわからない人です。隠れていることが知れないようにと、苦心しているようです、と彼は言いました。そして、これみつが源氏の御心に沿うように、段取りをつけました。源氏はその女、夕顔の家に通いました。しかし源氏は自分の名前を明かさず、質素な服で通いました。源氏は、あなたもその気になってください。私は気楽な家にあなたを連れて行って、夫婦生活をしたいと女に言いました。女、夕顔は、でも、まだあなたは私を普通には扱っていないので不安です。と答えました。源氏は微笑み、そう、どちらかが狐なのかもしれませんね。でも、騙されていればいいじゃない、と言いました。夕顔は大層なよやかで美しく、白い袴に薄紫色の柔らかい衣を重ねた愛らしいご様子に、源氏は苦しいまでに心惹かれてしまいました。8月の十五夜でした。明るい月の光が家の中に差し込み、狭い家の中のものが源氏の目に珍しく見えました。小さな庭には竹が立ち、草の上の露が輝いていました。虫もたくさん鳴いていた。夕顔は繊細な美人で、源氏は彼女を深く愛していました。さあ、出かけましょう。この近くの家で明日まで話しましょう。
と源氏が提案しましたが、夕顔は驚きました。源氏は自分が誰であるかを隠していた夕顔に、もういいでしょう、名を言ってくださいと言いました。しかし夕顔はまだ打ち解けず、家も何もない女ですものと答えました。源氏は自分がこの女を溺愛していることを不思議に思いました。そして六条の御休所がどれほど苦しんでいるかを思い、夕顔のことを気にかけました。無邪気に男を信じている女に愛を感じ、自尊心の高い六条の御休所を思い、少し自己中心的な考えを捨てることを源氏は考えました。源氏は夕顔を軽々と抱き上げて身車に乗せ、夕顔の従者ウコンと共に近くの別荘に移られました。ところがそのご屋敷はひどく荒れ果てて、大層不気味な様子でした。夕顔が恐ろしそうに怯え、源氏はずっと添い伏してむつまじく過ごしました。源氏は夜中に目を覚まし、枕元に美しい女性が座っているのを見ました。女性は源氏に向かって、あなたをどれほど愛しているかわからないのに、私を愛さずに他の女性を愛撫するのはひどいと言いました。そして部屋の灯りが消えてしまいました。源氏は不気味さを感じ、太刀を引き抜いて枕元に置き、夕顔の従者ウコンを起こしました。ウコンも怖がっていましたが、源氏はウコンに、殿の人を起こしてろうそくを持ってきてもらうようにと言いました。源氏は部屋に戻り、夕顔がまだ寝ているのを見つけました。源氏は彼女が何かのもののけに襲われたのではないかと思いました。その後源氏は枕元で見た女性の姿を見つけ、やがて女性はすぐに消えました。源氏はその光景を見て恐怖を感じましたが、同時に夕顔がどうなったのかという不安も感じました。彼は夕顔を起こそうとしましたが、彼女の体は冷たく息をしていませんでした。その後源氏はこれみつを呼びに行くようにウコンに言いました。しかしその間にも源氏は夕顔の死と周囲の不気味さに苦しみ、自分がこんな危険な目に遭うことになるとは思ってもみませんでした。そして彼は自分が名誉を傷つけることになると思うのでした。源氏はいつも忠実に従ってくれるこれみつを呼びましたが、今夜だけはすぐには来ませんでした。源氏は驚きを隠せない出来事をこれみつに告げました。人の体にこんな急変があるとき、僧侶に度胸を頼むものだそうだ。だからそれを頼もうと思って、あじゃりにも来てもらったんだと言いました。これみつはこの院の留守役などに真相を知らせることはよくありません。ともかくもここを出ていらっしゃいませと提案しました。これみつは昔知っていた女房が尼になって住んでいる家が東山にあるので、そこへ移しましょうと提案しました。そして遺骸をむしろに包んで車に乗せ、源氏は二条の院へと戻りました。これみつは
自分の馬を源氏に提供し、自分は徒歩で出かけました。悲しんでいる源氏を見て、自分のことはどうでもいいと、これ光は思いました。源氏は二条の院に戻り、寝室で深く悲しんでいました。彼は体調が悪く、命の危険を感じていました。日が暮れて、これ光が戻ってきました。源氏は袖を顔に押し当てて泣きながら、夕顔はどうであったかと尋ねます。これ光はもはやご最後のようでございました。明日は日柄がよろしいので、葬儀のことを知り合いの老僧に申しつけてまいりました。源氏は遺骸を見たいと言いました。翌日、源氏は出かけました。遺骸を見ると、源氏は涙を流しました。私にもう一度、せめて声だけでも聞かせてください。私は、あなたに傾倒した。それなのに、私をこの世に捨てておいて、こんな、悲しい目を、あなたは見せる、と言いました。そして、源氏は右近に、あなたは二条の院へ来なければならないと言いました。しかし右近は泣きながら、私は生きて帰ろうと思うところがございませんと言いました。そして源氏は、浮世とはこんなものだ、別れというものに悲しくないものはないのだ、気を静めて私を信頼してくれ、これ光が源氏に帰るように促しました。源氏は悲しみに打ちひしがれ、帰路につきました。露の多い道に朝霧が立ち込めていました。しかし鴨川邸に来て源氏は落馬しました。こんなところで死ぬ運命なのだろうと言いました。これ光も困り果てて鴨川の水で手を洗い清め、清水の観音を拝み申しました。やがて何とか助けられ、源氏は自分を励まし二条の院へ行き着きました。源氏はすっかり衰弱してしまいました。源氏は病に倒れ、皆が心配しました。源氏は右近を二条の院へ連れて行き、彼女を手元で使う女房にしました。源氏が少し楽になると、右近は今の用事を手伝いました。源氏は病から回復し始め、皆は安堵しました。しかし、源氏は右近に対して、なぜ夕顔は身を隠しておられたのか、と尋ねます。右近は、実は、ご両親を早くに亡くされ、ふとしたご縁で遠野中将殿がお通いになられました。去年の秋、遠野中将殿の北の方から恐ろしいことを言ってきましたので、怖がりなさって西の都に住む乳母のところに身を隠しましたが、そこが方角が悪く片田がえのため、あの卑しい家においでになるときに、源氏の君様に見つけ申されてしまったのです。そうであったか。遠野中将が幼い子を行方知れずにしてしまったと嘆いていたが、その子は今どこに。夕顔の形見として私に預けてくださいませんか。そうとなれば、嬉しいことでございます。西の都でお育ちになるのはあまりにも不憫で、まして後見人もいないのですから、と言いました。源氏は、あの姫君とは、こういう宿世の中だったのだろう。右近は儚くなくなられて、口惜しゅうございます。
とまた涙を流すのでした。9月の静かな夕方、ウコンは紅葉が色づき始めた庭を見つめていました。自分が貴族の家の女房になっていることに驚きを感じていました。源氏は夕顔の顔を思い出します。彼女は若く短命だったから、普通の人よりも若く見えたのかもしれません、と源氏は言いました。私は弱々しい女性が一番好きです。自分が賢くないからかもしれませんが、聡明で感情に動かされない女性は嫌いです、と源氏は付け加えました。ウコンは泣きながら、その好みに合う人が亡くなったことが残念です。空は曇り、冷たい風が吹いていました。源氏は寂しそうに見え、一人で歌を歌っていました。ウコンはこの時に二人でいられたらと思い、胸が詰まる思いでした。源氏はその夜が恋しくて、キヌタの音を思い出しながら歌を歌っていました。小気味は時々源氏のところへ行きましたが、以前のように手紙を託されることはありませんでした。ブツセミは心苦しく思いましたが、源氏が病気をしていることを知り驚きました。そして源氏から思いがけない手紙が届き、ブツセミは喜びました。この人への熱情は決して冷めていなかったのです。源氏は病後の震える手で手紙を書きました。その美しい文字はうつせみの心を動かしました。しかしうつせみは深い関係に進む意思はありませんでした。源氏はその優しい女性の思い出だけを心に留めていました。軒葉荻は少々と結婚したという噂を源氏は聞きました。それは驚きで、少々がどう思うのか、そしてうつせみのまま娘がどう思うのか、それを知りたくて源氏は手紙を送りました。小気味にその手紙を長い荻の枝につけて、そっと見せるようにと言いました。小気味は手紙のついた荻の枝を軒葉荻に見せました。軒葉荻は自分を思い出して、情熱的な手紙を送ってきた人を恨みつつも、憎むことはありませんでした。そして彼女は返事を書きました。その手紙は下手でしたが、洒落た書き方でごまかしていました。源氏はそれを思い出し、心が惹かれることを感じました。まだ軒葉荻との関係は終わっていないようでした。源氏は四十九日の間、般若心経を唱えていました。遠野中将に会うと胸騒ぎがし、個人の子供の様子を知らせたいと思いましたが、恋人を死なせた恨みを打ち明けるのは辛かったのです。源氏は法事をした次の晩、夢を見ました。その夢で、妖怪が美しい源氏に恋をして、夕顔を殺したことが分かりました。源氏は自身も危険だったことを知り、恐ろしくなります。伊予之助が四国へ行くことになり、源氏から多くの選別品が送られました。そして、うつせみの夏の薄絹も返しました。源氏はうつせみを思い、別れを感じました。冬の始まりの日にしぐれが降り、空の色が身に染みました。杉西もケフはカルルも二道に行く方知らぬ秋の暮れかな。亡くなった人も今日別れていく人も、それぞれの道に行方も知れない秋の暮れよ。
などと思っていたのでございます。